はい。出ていない。通常に行ってまいりますので、非常にぶどまりよく、またこのように肉汁もしっかりととどめた状態で調理を行っていただくことが可能となっております。そして先ほど調理の終了、ブザー音でお知らせをしてまいりましたが、こちらのブザー音も24種類からお選びいただくことができるようになっております。調理の終了の音です。また食材を投入する際の音といったものを分けていただくことによって、次にどのような作業を行ったらいいのかというのを判断していただくことができるかと思います。また機械が複数台置いてある場合、それぞれの機械の音を変えていただくことによって、どの機械が調理が終了したのか、どの機械が入っているのかといったことを確認いただけるようになっております。では私の方から音量分の予想をご紹介してまいりたいと思います。まず一つ目といたしまして、自動調理モード、7つの食材のアイコンから使用する食材を選択していただき、調理名、調理方法を選ぶだけで最適な仕上がりを実現する自動調理モードを搭載しております。そして次に前段裏のなり仕上がり、こちらのコンビオーブン、風の力を使ってさまざまな調理を行っていく機械になっておりますが、今でダイナミックな風の対流を起こしまして、熱を循環させてまいります。このダウン食材を購入していただきましても、また全てのダウンに食材を購入していただきましても、お均一な仕上がりを実現させております。続きまして、同時調理機能、ただいま皆様にもご覧いただきてまいりました。調理機能、1台でさまざまな調理を行っていただくことが可能となっております。従来でしたらそれぞれの専用機器といったものが必要になってきたかと思いますが、コンビオーブン1台ございましたら、それぞれの専用機器を使っていただくことが必要なくなってまいります。非常に厨房を広くせずにお使いいただくことができるかと思います。でもう一つ、自動洗浄機能というものも搭載しております。簡単な操作でどなた様でも洗浄を自然に行える自動洗浄機能をコンビオーブン搭載しております。さらに様々な機能を搭載しまして、皆様の調理をお伝えするコンビオーブン、ただいまマシュマロプログラムや自信分解を表示調理機能で進んでおります。ただいま調理中です。こちらの方を取り出していただきたいと思います。そしてチーズたっぷり使いましたグラタンとミニトマトのグリル、さらには鴨肉の素揚げ焼きと同時に行いましたが、本当に匂い移りがないのかどうか、皆様のお手元にご試食が届きましたら合わせて確認いただければ幸いです。ミガラナとソースというのを使ってキャラメルをして、ここにですね、かわいいビネガーとオートワインを加えまして、煮詰めて、先ほど入れて仕上げに香り付けで、あのフレンチのリキュールを加えたものです。そして本業分、調理の方が終了しましたので、先ほどご紹介しました自動洗浄機についてもうちょっと私の方からご紹介したいと思います。調理が終了した後はもちろん洗浄といったものが必要になってまいりますが、本業分の自動洗浄機能はお客様に洗浄のボタンを押していただいて、そして機械に指示された歩数分の洗剤をセット、あとは扉を閉めるだけという非常に簡単な洗浄となっております。洗浄、水滴、乾燥、スチームタンクの水垢付着防止まで全て自動で行ってまいります。手間なく簡単に洗浄を行っていただくことが可能となっております。そしてコンビオーブンのラインナップも合わせてご紹介してまいりましょう。コンビオーブン、6段式、10段式、20段式とご用意がございます。
それぞれのワイドタイプでホテルパンが1段に2枚投入できるタイプのものもございます。お客様の調理食数に応じて全種類のサイズからお選びいただくことが可能となっております。そしてカンサラーメン、こちら洋風のソースとなっているそのですが、こちらのご試食の準備整ってまいりましたので順次お配りを進めてまいります。そしても温かいように皆様お召し上がりいただきたいと思います。ではこちらでバリオクッキングセンターの特徴をご紹介してまいりましょう。1台で様々な調理を行える様子、皆様に実際にご覧いただいてまいりました。1台でこのような調理法も全て担うことができますので、非常に柔軟性に富んだ機器と言えるのではないでしょうか。また皆様にも実際にご覧いただきます。